最近の制作はどんな感じで？最近結構ね、行き詰まってるんですよ、俺ね。どうしようかなと思って。まあでも、すごく大きく分けると、ダブテクノとアンビエントですね。アンビエントが今多いかな、どっちかっていうと。あの、ライブ配信の時のこう流れてる曲とか結構いいな。あ、ありがとうございます。ライブ配信の時はね、昨日とかは前半ちょっとだけダブテクノやって、その後ずっとアンビエントですね。アンビエントの方がね、楽は楽なんですよ、僕的には。アンビエントを、なんていうんですかね、成り立たせるのってこう、そう簡単じゃないんじゃないかなって僕は思うんですけど。どうなんですかね、そこは、どうなんだろう。もう最近ほら、AI とかでも、アンビエント作ってどんどん登録してみたいな、流れがあるらしくて。だから、そういうのが成り立ってると言えるのか、もう聞いてないから僕は何とも言えないけど、どうなんでしょうね。なんかシンプルに思える、ことの方が難しいというか、達人がやれることなのかなっていうことを思うんですけどね。そうですね、僕はあまりその複雑なことやると結局散漫になりやすいタイプなんで、だからシンプルにしかできないんですよ。シンプルにやってると一応全部にフォーカスがいくからそんなに失敗しないんですけど、なるほど。だからレイヤーがすごい多くなってきたりとかするとどんどん散漫になっていっちゃうんですよね。めちゃわかります。まとまりがつかない、終わらせられないとかなっちゃう。そうそうそう、なんかね、どの音もいい加減になったりとかしていっちゃうんで。そうですね、昔から割と楽器の数も少なく1台とか2台とかでやったりすること多いんですけど、その方が責任持ってやれるっていうか。素晴らしい考えですね。それから逃げて違う楽器を買うっていう考えを。いや、買うのは俺も結構買う方なんですけど、でもその1台1台をいっぺんに使うことができないんですよ。その例えば5台とか持ってても5台いっぺんに使ってライブしようとすると途端にいい加減になっちゃうんで、もう今日はこれとか、はいはいはい、次はこれとかってこういうふうにしてやらないとまとまったものになるっていう、それが自分のキャパなんだなと。合うスタイルがありますよね。そうそうそう、昔のね、キースエマーソンじゃないけど、こうやって並べてってやるのが自分には向いてないんだなっていうのはなんとなく分かってきましたね。そう、やっぱいっぱい並べてやるのって結構憧れがあって。そうですよね、やってみたいって思います。かっこいいなとは思うんですけどね。そうですよね、本当まとまらないっていうのは本当はありますね。なんか結構ほら演奏動画とかね、見ます？ちょくちょく見ます。なんだっけ、マーティン、なんだっけな、シュニッツァーじゃないよ、なんかそんな感じの名前の人で、やっぱハードウェア結構並べて、ダブテクノみたいなやったりとかしてる人いるけど、なんかああいう風にできる、一人でできちゃう人もいるんだなと思って。できちゃう人いるんですよね。いますね。こうやってなんか一個ずつこうやってなんかトラック増やしてってとか。できちゃう人いるんだなと思って。ダメなんですよね、なんか例えば2個のものが同期してリズムが鳴ってるってだけでも、結構すごい楽しいなと思って。いや楽しいですよね。楽しいですね。いやでもこれとそのデジタクトとかあったら十分じゃないですか。結構十分ですよ ね。結構たくさん並べるのがやりたくてやってたんですけど、このあんまし多いと、この呼んでくれたけど置けない場所だったりとか。ああ、それもありますよね。とか、あともうちょっとこう都会でこのなんていうんですかね、サクッとこうライブやりたいみたいな考えもあって、ちょっとこうコンパクト系もに進めてってるって感じですかね。僕もなんかなるべく自体でやりたいなと思って、今度買おうとしたらちっちゃいやつ一台でなんか全部できるやつあったらいいなと思って、よく物色してるんですけど、なかなか決めきれなくて。そうですね、今でもどんどん出てますよね、新しいの。でもなんかほら何でもできるっていうと今度はまたそれで操作が難しかったりとかするじゃないですか。ちょっと奥に行かないと操作できなかったり。そうそうそう、それがあんま好きじゃないんですよね。レイヤーが深いやつ。わかりますね、ミスも増えますね。そうなんですよね。なるべく全部外に出ててっていう、まあちょっと
矛盾する要素を要求してるのかもしれないですけど。でも思ってる人いると思うから作ってる人いるんじゃないですかね、きっと。なんか最近ノーランドからもね、ちっちゃいやつ出たし。あ、SH とかやつですか。そうあれ良さそうですね。あれね、なんか値段っていうか大きさの割には。あれこそオールインワン的な、こんな感じっぽいですよね。うん、でもなんかローランドの音ってやっぱりその割とこう高い方にフォーカスが行くようにできてるから、こういうだからエレクトロンとかってもうちょっとクラブ向けっていうか、そうですね、下が出るじゃないですか。そうですね、こういう感じじゃないですよね。こういう感じの音にはならないんで。ああ、そうなんですね。ローランドのやつを使ったことないんでちょっとわかんないですけど、このエレクトロンは結構なんていうんですかね、通る音がする。なんか混ぜた時にパリッと出る感じのイメージがあって、でこのローの感じとかも結構今っぽいバスドラムの音だったりとか、そうですよね、そういうので出やすい感じしますね。エレクトロンやっぱりいいな。操作が難しそうだけど。操作ちょっとどうだろうな。やりだすと慣れるかなって感じですけど。僕あれ欲しいんですよ、サイクルズ。サイクルズってどこなんですか？ FM のなんか白いやつ。白いやつ、はい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 、あれいいなと。そんな難しくなさそう。 FM 申請、中身 FM 申請のやつとサンプラのやつと2種類あって。あ、そうサイクルズとサンプル、なんかその2つで。それってサイズちょっと小さいような感じですか？そうですね、ちょっとなんか、あ、でもこれ見たらこのぐらいに見えるかな。もうちょっと薄いかな、もうちょっと。白いやつあります。白いやつ、あ、それってボタンがちょっとこういうやつですか？そう、はいはいはい。でもね、僕だんだん目が悪くなってきてるんで、なるべくね、見ないでできるやつ今欲しいなと思って。で、相馬っていうメーカーの、新製品のやつで、テラってやつが出てるんですけど、それはなんかもう本当に電極みたいなのがこう木のなんか年輪みたいなのが筐体でそこになんか電極みたいなのがついてて、手で触ってこう演奏するみたいな、まあシンセだったんですけど、ああいうのいいなと思って、この脳と直接つながってるみたいな感じで操作できるんですよね。そうなんですよ。だから僕ずっと最近はパソコンでやってるけど、結構ストレスがあるんで、もう見ないで、もうなんか極端に言えばアコースティックギターみたいな気持ちで、そうですね、やれるやつがいいなと思って。そう、近頃僕もパソコン使わなくなって、最初の頃パソコンからMIDI送ったりとか、サンプル流したりとかやってましたけど、ちょっとなんかこのハード機材だけの見た目がいいんじゃないかっていう考えもあって。パソコンの一つの欠点はそいつが何やってるかよくわかんないじゃないですか。確かにそれありますね。それがなんかね、ライブとかの時特にね、なんか何やってるかわかんないって言われちゃうんですよね。確かにそうですね。あとやっぱ何でもできすぎることが、この散漫になるというか。そうそれはありますね。それありますよね。瞑想しちゃうときあります。ですね。なんかちょっとジャムというかセッションみたいなこと、はい、やりますかね。